葉唐辛子の佃煮を作ります。束を叩きつけて弱々しい葉を落として新鮮な葉っぱだけを使用して作ります。恋占いのように良い葉っぱだけをむしっていきます。少し唐辛子の実を入れた方が辛みが出て美味しいです。好き嫌い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 好き。永遠とむしってる動画だと飽きちゃうだろうからワープします。2束でこれだけむしりました。塩を1つかみまぶして揉み込みます。揉み込むと青臭みが取れます。大きな鍋でお湯を沸かします。お湯が沸騰したら葉唐辛子を入れてさっと茹ですぐに取り出して水にさらしてからよく絞ります。小さな鍋に入れて酒 100cc 醤油 70cc 砂糖大さじ2杯くらい、中火で焦がさないように煮切ります。お好みで煮切る少し前にじゃこを入れても美味しいです。仕上げに白ごまを振って完成です。ご飯にまぶしておにぎりにすると美味しいです。葉っぱをむしるのに時間がかかりますが簡単なので機会があったら作ってみてください。